キルットチャンネル。こんにちは、シルキーの相島です。さあ、今日のテーマはこれですね。話題のキャンプギア、モルック作りに挑戦という内容でお送りしていきたいと思います。さあ、モルックということでね、今話題のこのモルックですね、実は、まあ、正規品がですね、市販されてはいるんですけれども、今日はちょっとそれを自作していきたいなと思います。その自作するのにですね、今日は強力な助っ人を呼んでおります。藤尾先生です。よろしくお願いします。お願いします。藤尾先生はモルック聞いたことありますか？いや、聞いたことなかったですね。あ、ないですか？ないですね。初耳。初モルックです。初モルック、はい、そうですよね。まあ、モルックなかなかね、まだ聞いたことない、やったことないという方の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私も最近ちょっと知りまして、で、このモルックなんですけど、はい、実はこれフィンランドで生まれた老若男女を楽しめる簡単なルールのスポーツということで、はいはい、話題なんですけれども、今実はですね、お笑い芸人のさらば青春の光森田さんがですね、日本代表として、日本代表、はい、世界大会で出場したということで、はいはい、話題にもなってるっていうことでね、全く知りませんでしたけれども、そうですね、はい、でそれをちょっとね、今日は作っていきたいと思います。じゃあ、そのモルックなんですけれども、ちょっとね、どういうものなのかっていうのをね、説明していきたいんですけど、部長先生、ちょっと調べてきてもらったんですよね、確か、まあ、ちょっとだけなんですけど、はい、ちょっとだけちょっと説明してもらってもいいですか？はい、モルックっていうのは、数字が書かれた木をいっぱい立てるんですけど、はいはい、まあ、それに対してまた木の棒でぶつけて、はい、倒れたものが点数になって、はいはいはい、最終的には50点になれば勝ちっていうような、なるほど、まあ、シンプルなルール、まあ、シンプルですけど、はい、それだけに奥が深いゲームにもなると思います、はい。まあ、ちょっと詳しくはね、これちょっと一応前編で制作編ということでね、撮っていくんですけれども、後編の対決編で詳しくはね、ルール説明していきたいと思いますので、はい、お願いします。はい、じゃあ早速作っていきたいと思いますけれども、まずですね、倒す方のピンですね、ピン作っていきます。これ、スキットルっていうんですけど、このスキットル12本作っていくんですけども、この丸杭をですね、切って12本作っていきたいと思います。はい、じゃあまずスキットルね、作っていくんですけれども、まず25センチのところで切っていただいて、で、真ん中から斜め45度に切っていただくことで2個スキットルができます。で、この斜めに切る、まあ、斜め45度に切らないといけないんですけど、まあ、別にね、これざっくりでもね、まあ、いいかなと思ったんですけど、やっぱちょっとちゃんとやりたいなと思ったんで、こちらを使います。マイターボックス、はい、こちらを使うことでですね、切り込み入ってるんで、ここの45度に合わせて切ることで斜め45度に切ることができます。そして切るノコギリはもちろんウッドボーイ、ハスメ、ありがとうございます。じゃあ、測って25センチのところ、これをまず6本作りますか。そうしましょう。はい。さすがウッドボーイ。綺麗な切り口。じゃあ25センチのね、ものが6個できたので、これを真ん中から斜めで切って12個にしていきたいと思います。お、切れましたね、斜めに。めっちゃ綺麗に切れてるじゃないですか、ね、ちょっと見せてもらっていいですか。すごい、すごい簡単でしたね。
スキットル12個完成しました。まあ、あとはねちょっと仕上げたりとか、まあ、あの数字ね書いたりとかして仕上げていきます。じゃあ続いてモルク投げる方の棒ですね、これを作っていきます。はい、じゃあ投げる方のモルクは 22.5cm のところでカットしていきます。じゃあ藤尾先生お願いします。はい、はい、できました。モルク、じゃあ、あとはこれもね磨いてちょっと仕上げていきましょう。ツルツルになりました。はい、じゃあこのスキットルに番号を振っていくんですけれども、まあ書いてもいいんですけど、今回ちょっとお手製のステンシルシートを作ったんでこれで番号振っていきます。じゃあ早速ちょっとやっていきましょうか。やっていきましょう。はい、何気に初ステンシルですけどね。お、こんな感じですかね。はい、ちょっと剥がしてみましょうか。6番できました。あれ？あ、そうか。9と6。9と6。モルク完成しました。ありがとうございます。いや、結構大変でしたね。はい、まあまあ大変でしたけど、まあでも楽しかったですね。楽しかったです。はい。まあでもね、あの材料も全然すごく安くできますし、簡単にね、意外と簡単にできますんで、もうどなたでも気軽に作っていただけると思います。じゃあ次回は対決編ということで、相島と藤尾先生と町本さんの3人で対決したいと思います。次週お楽しみに。